はいみな、えー、さんこんにちは DZH フィナンシャルサーチの和田ですただいま10月24日木曜日ですね午後の1時46分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います まあドル円ですけれども、昨日ですね、えー、一気に153円台まで値を上げるという形になりました。基本的にはアメリカの金利の上昇に伴いまして、ドル円、アジア時間から200日ドル金銭という、ですね非常にテクニカル的には重要視されているところを一気に上抜けたことによりまして、えー、米経費のファンド税中心としまして、一旦上値を試すような動きとなったわけです。まあ、ただ、本日のアジア時間に関しましてはですね、やはりアジア,アジア時間から金利が少し低下しているということも手伝いまして、えー、リグイノリ、 またはポジション調整の売りが先行しているという形となっています。今、えー、今日の安値をつけているところですけれども、152の1号まで下押しをしているといったような状況となっています。まあそこら辺の値、ね、動き少し詳しく見ていきましょう。はい、えー、こちら見てもらってますのが昨日1日通してのですねトレのンドチャートです。 昨日は百五十一円の丸三の安値からずっとですね買い物の動きが強まりました。もうほぼほとんど下押しらしい下押しがないままですね一気に上値を試すような形になっています。昨日は東京時間で早々と二百日平均線が一致しています。百五十一円の三八前後こちらを上抜けたことによってですね上値を試すような形となったわけです。 アメリカの長期金利も10年さり回りで4.2556%まで上昇する中、ドル円もですね、えー、こちら153円台をつける形となりました。3円の1級の高値まで値を上げるという展開となったわけです。2億税入ってきますと、しばらくは153円を挟んで高値圏での揉み合いがついていたわけですけれども、その後ですね、2億時間午後になりますと、アメリカの長期金利が上げ幅を低 縮める中で、戻り売りに押される展開。ニューヨーク時間午後に限っては、のニューヨーク時間の安値をつけるという展開となったわけです。まあ、ただ、下押しも限定的に終わりますと、東京時間ですね。一旦、また買い戻しが入るわけですけれども、東京時間は百五十二の八三が高値、ね。結局、百五十三円では回復できないという形になります。と、揉み合いの中からランチタイム後あたりからですね。また、戻り売りに押されるという形となりました。 結局、アメリカの長金利が今、2ベース、3ベース近いですね低下となっていまして、この金利の低下をも受けた中でのポジション調整の売りが出てきているというところ、今、一番安いところですね、152の13まで本日、安値をつけるという形となっています。本日はですね G20 にワシントンで開かれています、G20 財務大臣中央銀行総裁会議、こちらに出席中の加藤財務大臣の方からも、円安けん制発言ですね、こちらが伝わってきています。こちらもやはり、利食いの利用ね後押ししたという形となっています。それではですね、こちら、冷やしのチャートを確認しましょう。こちらが冷やしのチャートです。 どれに関しましては、ここを見てもらっても分かりますように、完全に200日を上抜けたことによりまして、テクニカル的に少し上値を試すような動きとなっているわけですけれども、今日の東京時間に関しましては、利食いの売りが先行していると、こんな状況ですね、下押しがどこまで下値の目処をですね確認するような今、状況となっています。 下サイドですけれども、少し離れますが、200日土曜日金銭、本日141円の40日してまして、ここはかなり重要なサポートレベルということになります。上サイドに関しましては、昨日の高値3円の1級はもちろんなんですが、こちら見てください。7月31日の上田食事 の高値ですね日銀の会合の後直後につけました高値が153円の88なんですね。まあ、ですから、とりあえずこの3円の88、上田ショックの時の高値を抜けるかどうか、ウェサイドとしてはこちらがポイントになってくるというところになりそうです。はい、こちらは色どのも確認しましょう。いうもです、ね、頭の重い展開となりました、一時、アメリカの金上昇とともに8月1日のサポートレベルとして意識されていました1.0778。 こちらを一時下抜けまして1.0761の安値まで値を下げるという形になったわけです。その後は金利が上げ幅を縮める中で1.0786まで買い戻しが入って2億市場を引けるとこんな形でした。今日の東京市場は若干アメリカの金利が低下していることもありましてショートカバーが今中心となっています1.0793まで買い戻しが入るという形ですね。こちらも足のチャートで確認します。 ユーロに関しましても、こちら見てください。重要なサポートレベルでありまして、8月1日の安値1.0778を、一時的にせよ1.0761まで,ですね下げまして、ここを下抜けてきているわけですね。今、ちょうど買い戻しが入ってはいますけれども、やはり一旦相場が崩れ、チャートが崩れてきてということもありまして、次のパポイントという意味では、6月26日の1.0666ですね。こちらが重要なサポートレベルということになってきそうです。 そして昨日はですねちょっと個別の材料がありましたのが南アフリカランドなんですね、こちら見てください。こちら、ランド円のですねチャートですけれども、昨日はドル円の上昇とも手伝いまして、一時8円の70銭あたりまで高値をつけたんですけれども、 欧州時間から入国時間にかけまして、一気にランド売りが、えーですね、観測されて売り込まれるという状況となっています。八円七十銭から八円の五十五銭の安値まで売り込まれるという形になりました。こちらなんですけれども、ちょっとですね、材料出ていまして、ロシアのですね。タス通信、国営のタス通信があるんですけれども、このタス通信が伝えたところによりますと、南アフリカの国営銀行が。 欧米諸国がですね制裁対象として指定していますロシアの開発対外経済銀行、VEB 銀行と言われているんですが、この銀行とですね協力協定を締結したと、こういったことがですね報じられました。まあ、欧米諸国がですね制裁対象ととしているロシアの銀行と 協力協定なんて結んでしまいますと、南アフリカの投資がですねまた減ってくるというようなことの懸念、または南アフリカ自身に間接的ですけれども、やはり制裁が課される可能性も出てきているわけですね。こういったことを嫌気する形で、ランド売りが出てしまったと、こんな状況となっていますま。こちら、今後のですねやはり進展等にも注意が必要になってくるというところでしょう。それでは今日予定されています、この後の主な経済指標ですね、確認をしていきます。 はい、それではこちら見てもらってますが、今日この後予定されてますもの,の、済指標ですね。今日はは PMI の速報値、こちらが欧米でですねまとめて発表となります。4時15分がフランス、4時半がドイツ、5時ちょうどがユーロ圏、5時半がイギリスですね。いずれも10月のサービス部門、または製造業の PMI の速報値。そして今日非常に重要になりますのが、9時半のアメリカの新規規要件申請件数。 ですね、こちらがまた非常にです、ね、アメリカの金利動向に、えー、左右しそうな状況となってきています。そしてその後は10時45分にアメリカの製造業とサービス本の PMI の速報値、えー、そして11時には9月、アメリカ新築住宅販売件数も予定されています。そして今日 G20 財務大臣中央銀行総裁会議がワシントンで最終日を迎えるわけですけれども、やはりそれに伴いまして、本日もです、ね、要人発言、多く予定されています。 まず9時45分、ハマック・クリブランド連議総裁が挨拶10時がマン AMPC 委員が講演、えー、またカザックス・ラトビア中期総裁も講演を行う予定です。また翌2時には、レン ECB 専務理事、明け方の4時45分には、ベイリ BOE 総裁の講演も予定されています。 まあこちらもですね、やはりワシントンで、まあ、IMF 総会はまだまだ二十六日の週末まで続くわけです。けれども、こういった要人からの発言ですね。こちらにも注意が必要になってくる、というところでしょう。いずれにしましても、今日、東京市場株価の方ですね。今日はかなり大きな動きとなっています。寄付から三百九十円を超える下落で始まった後、一転して買い戻しの動きとなりました。一時、二百十円を超える上昇。ただ、五番になりまして、また上げ幅を縮め。 縮めまして今ででですすねねマイナス圏に沈んでるわけです、ね、そういった意味もあって行ったり来たりの状況続いてるわけですけれどもこちらお収まりがつくのかどうかやはり週末のですね総選,総選挙衆議院選挙を控え,控えている中でかなり神経差展開続いてるわけですけれども、まあ、ある程度ですね各報道機関が報じ,られて報じていますように与党でのですね 自公、与党での過半数割れというのも、ですねやはり可能性が高まってきたというところから、マーケットでは、株市場ではそれを織り込むような動きになってきていると、こんな状況です。ですから、まあ、こちらはです、ね、慎重な動きにならざるを得ないわけですけれども、海外市場の値動き、先ほどの市場の動向も含めて、やはり慎重に見ていくということになりそうですそれでは今日の解説をおい,いたします。